正直あの結構使えないというか持て余してる歯切れみたいな革がいっぱいあるんで、それをまず使うという前提だったので、すごくいい企画だなとは思いました。ちょっとこうそのまま重ねると分厚かったりするんで、こう縫うところは少しこうついて全体的にちょっと薄くしたりとか、あとはこう中こう重ねてハサミが引っかかったりするので、そういうところはついて引っかからないように。歯切れを使ってるんですけども、一つ一つこうパーツを確認して、伸びる方向、伸びない方向を確認したりとか、革を重ねて強くしたりとか、弱いところ、こう弱くなりそうなところですね、こうなるべく縫製がこう集中するように工夫をしたりしております。なんだろう、あのせっかく歯切れなんで、まあ、革なんで大切に使ってほしいんですけども、なんか荒々しくバンバン使って味を出してって、濡れてしまってもいいと思いますし、ちゃんと乾かしてまた使っていただければ、でたまにこうオイルを塗っていただいたりメンテナンスしていただくといいと思います。